岸田文雄さん。ですね、東京都生まれだったかな。で、ただお父さんの、関係で、当時お父さんがね、アメリカに、で、ニューヨークにいたんで、アメリカの小学校に入ってます。で、小学校途中まで行って、それから、番町小学校かな。そして、日比谷高校とか、そのあたりだったと思いますが、その高校を卒業してね、東大に入りたいと。東京大学に入りたいということで、二浪しました。そして二浪したんですが、結局入れずに、早稲田、に入ってですね。で、早稲田大学で、今度早稲田大学を出た後に、長期信用、長銀ですね。長期信用銀行というね。日本上、昔の長銀、に入校します。そしてね、入校してしばらくやっているんですが、今度、1990年代から80年代の終わりかな。に、お父さんの、岸田さん、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、お父さんの岸田さんの、国会議員なんですけど、秘書になります。そして、秘書になってお父さんが、の代わりに、1993年だったと思います。安倍さんと同期だと思うんで、93年で、の初当選ということで、まあ、3世ですね。広島県選出、3世の議員です。世襲の3世議員です。ですからね、いわゆる岸田派という派閥を率いてますが、まあ基本的には叩き上げというよりも、まあ、いわばエスタブリッシュメントの一人ということです。そして、二人目、河野太郎さん。幼稚園は YMCA 幼稚園から慶応に入りまして、慶応高校まで確か行ったと思うんですが、途中でですね、アメリカにハイスクールに留学をして、その後、ジョージタウンユニバーシティに行きます。でね、このジョージタウンユニバーシティで、様々な人脈を作ってですね、もう結構な世界中の人脈を作るんですね。そしてね、今度、その後に今度ポーランドの大学に入学するんですよ。これ意外と知られてないんですけど。で、ポーランドの大学で当時ね、連帯のね、ワレサじゃなくてワレサさんの下にいた、人の家を訪ねたりして逮捕されたりしてます。そして、ね、帰ってきて、富士ゼロックスという会社に就職をして、そしてサラリーマン生活をした後に、ご存知の通り、お父さんも国会議員でありながら、ご本人も、神奈川の隣の選挙区、今は15区と17区で分かれてますけど、その選挙区、平塚などの元々の地元で、出馬をして、当選を果たしたということで、まあ、河野さんのね、まあ、お父さんは河野洋平さん、これ自民党総裁もやりました。まあ、岸田さんと同じ宏池会出身なんですけど、今は河野さんはね、違いますが、いわば、公家集団と言われた宮沢喜一さんとかね、河野洋平さんとか、あるいは加藤浩一さんとか、谷垣貞子さんとか、まあ結構ね、自民党総裁まで行くんだけど、総理になれないというのは実は岸田派で、宏池会で。まあお父さんもそのうちの一人だったという。自民党総裁まで行ったんですが、総理にはなれなかったと。まあ一回ね、新自由クラブとか含めて一回外に出ちゃったっていうのが、後々まで後を引いたとも言われています。で、そのお父さん、一時肝臓を患って、河野太郎さんが、肝臓移植、ご自身の移植をお父さんの方にしたという美談もありますが、まあ、政治家になるにあたっては、富士ゼロックスからその後出馬してということで、河野太郎さんも賛成です。はい。次、高市早苗さん。なんとか20人集めるんじゃないか。そしてね、これはもう安倍さんが応援すると、今、話が漏れてきてます。おそらく、するんじゃないかと。私は安倍さんが応援するとしたら、高市さんか岸田さんなんですが、まあ、二三連合とかあったり、とにかく石破茂さんだけはしたくないですから、安倍さんは。そうすると、高市さんか岸田さんの勝った方、強い方を応援すると思います。高市さんはわかりますね。もう安倍政権っていうか、もう安倍さんが官房副長官時代に安倍側近を辞任してですね、もう2003年ぐらいですからね、あれは。小泉政権の時です。小泉政権から森政権のぐらいに、私は安倍応援団だって言ってね、高市さんと世耕さんと、それから山本一太さんとかね、が、安倍チーム安倍というのを作った、そのうちの一員ですから、もう、なんですね、もう生粋の安倍シンパなんですね。ですから、安倍さんからしてもめちゃくちゃ可愛いうちの一人なんで、おそらく高市さんが出馬となると、安倍さんは応援に回るんじゃないか。でも、なんで岸田さんと言ったかというと、これ思想も全然違うのになんでかというと、実は安倍さんと初当選先ほど一緒と言ったんですけど、
これね、結構安倍さんの時代で93年とかね、結構外遊とかあるんですよ。あと会合とかも。で、安倍さんってお酒はほとんど飲めないんですけど、岸田さんが酒豪でですね、で、安倍さんの分まで飲んであげて、安倍さんはそれをいつも感謝してたという話があります。だから本当に二人で差しで話しても仲がいいんで、まあ気が合うでしょうね。まあそういう関係もあるんで、どっちか強い方に応援すると思います。その高市さん、奈良出身で、まあ当時は大阪府にあってた奈良。奈良高校まで行って、その後神戸大学に行きます。そして神戸大学ではですね、ヘビメタ。ヘビメタバンドでね、どこだ、ベースだったかな、なんかやって結構、まあ激しい方だったんですね。そして神戸大学出た後には今度松下政経塾5期生ですね。5期生で入りまして、まあ松下政経塾でのですね、逸話というのはたくさんあります。たくさんありすぎてですね、ご本人も書いてるんですが、一言だけ言っておくと、非常に濃い大きい女だと、いうことで、ご本人も著書に書いてるんで、あえていましたが、濃い大きい女性だったということでね。そして松田政権塾出た後に、アメリカのこの議会フェローになります。これはそういう制度があって、インターンに近い感じなんですけど、アメリカのね、議員のフェローになって、これ結構リベラル系の人だったんですけどね。その後戻ってきて、フジテレビ系の、ローカル番組だったかなの、ニュースキャスターというか、情報番組のキャスターをやります。そしてそれなどの知名度、あるいは政経塾という、まあそういう意味での、まあ、政界での有名、まあ、これ政経塾ですね。政経塾出身としては、かつてですね、野田佳彦さん。これも、いわゆる総理になったんですけどね。ですから、その後、政経塾出身者の総理は野田さんだけですかね。ということで、野田さん、もしね、高市さんがなったら、松下政経塾以来の、以来の、ここですね。総理大臣、松下政経塾では野田さん以来の、総理大臣ということになると思います。ちなみにお父さんがサラリーマンですけど、お母さんがね、例えば婦人外科だったかな、確かそんな感じだったと思います。高市さんのご自宅ですけど。ですからまあ、政経塾に入るまではもう政治の道は全然関係ないんですが、まあそういう意味では、ここから政経塾に入ってから一気に政界を目指したと。いうことです。そして、石破茂さん。まあね、ちょっと前までは大本命だったんですが、今回は厳しいかなと思いますが、まあ20人集められたら出馬ということなんで、まあそうは言っても、チャンスはチャンスですから、おそらく集められたら出るでしょう。石破さん、慶応大学、慶応、中学校、高校だったかな。まで行って、そして慶応大学出て、当時の三井銀行に入行します。三井銀行に入行するのですが、その後ですね、お父さん、これ議員なんですけど、国会議員なんですけど、お父さんが急死しまして、それを買われて、当時の総理大臣の田中角栄さんに、買われて、まあ、お父さん田中派だったんですけど、木曜クラブ。これ木曜クラブというのは、田中派の派閥の、事務局です、その見習いとして入ります。そして2年間ぐらいいたかな。2、3年いたと思うんですが、木曜クラブで本当に普通に事務員をやっておりました。つまり派閥の職員です。派閥の職員をやっていますが、まあ当時のね、木曜クラブの事務局って結構すごいんですよ。まあそれこそね、田中軍団の中核ですから、中枢ですから。まあここでおそらく徹底的にいわゆる政治を学んだんじゃないかというふうに思いますが、その木曜クラブ事務局、ではですね、私の知り合いの H さんという、まあ、女性秘書が当時働いていて、まあ、石破さんの先輩なんですけど、まあ、石破君はね、昔からあんな感じでね、全く変わらないのよ。意外と不気味なんだけど、いい人、いい子よ、みたいな。まあ、そんなような話を昔、かつて聞いて、本人も書いたことありますが、まあ、その木曜クラブの事務局から、いよいよ選挙になり、そして、出馬して初出馬、初当選、当時29歳、当時の最年少当選を果たしたということで、石破さんは2世ですね。2世であります。そして最後、野田聖子さん。野田聖子さんは田園調布双葉からアメリカの高校に途中で留学をしまして、その後、上智大学の、国際文化、比較文化大学科かな。
に入って、その後帝国ホテルに入社します。英語は本当に、達者でということで、まあ、上智の大学もその専門であり、また帝国ホテルでもね、ホテルは英語を使えないといけないんで、そういう形で、まあ、彼女は英語に入ったと、帝国ホテルに入ったということなんですが、本当の、ね、名前は野田聖子さんじゃなくて、島聖子さんなんですね。で、選挙に出るときに、帝国ホテルまで島聖子さんだったんですが、選挙に出る直前に、立候補しやすいということで、野田聖子さんという名前に変えました。なんで野田かというと、ここに書いてあるように、おじいちゃんが国会議員だったんです。有名な野田ウィーさんね。ですから、地元では島聖子で出るよりも野田聖子で出た方が岐阜県ですけど、これは圧倒的におじいちゃんの票でもあるだろうからということで、野田聖子と改名しております。ちなみに聖子というのはこれ1964年生まれだったかな？あれ？そうだったっけな？ 60 年生まれだったかな？60年生まれか60年生まれで、オリンピックが東京招致が決まったか、あるいは東京オリンピックの年だったんで、どっちか忘れましたけど、いずれにしろオリンピックにちなんで聖子という名前がついています。そして、当然ながら、この祖父2世ということで、お父さんは違うんですけど、お父さんはサラリーマンですけど、サラリーマンというか、まあ、会社の役員ですが、26歳だったかな、史上最年少で当選して、37歳で、郵政大臣ということに抜擢されます。それまでの記録は確か田中角栄さんの38歳か39歳の郵政大臣だったと思うので、まあ、歴代最年少で、大臣に就任したということなんですが、この記録は確か小泉進次郎さんが抜いたんじゃないかなと思うんですが、まあ、いずれにしろ、37歳で、大臣をやるということで、まあ、将来はね、もう、おそらく日本初の女性総理大臣は野田聖子さんだと、言われ続けて早20年以上ということで、ざっとそれぞれ政治家への道を簡単に説明しました。ね、今現在の総理大臣である菅さんとはもう皆さん違って、誰もが華々しい経歴で、そしてね、世襲に近い、もう、まあ、世襲ですけど皆さん、高市さん除けば世襲ということで、まあ、日本型のね、まあ、このリーダーの選び方というのがまた戻ってきたのかなというふうにも思います。自民党総裁選。政治家になるまでにみんな何してきたのということで、この5人を取り上げて、私の、まあ、20年間の取材経験と5年間の秘書経験の中からお話をさせていただきました。